いっちゃうよ。こんにちは、CAD勉強したいのですが、おすすめの方法ありますか？山崎浩平さん、ありがとうございます。おすすめの方法はですね、ズバリもう完全に独学でがむしゃらにやるのが絶対一番いいです。ほんまにこれは絶対一番いいです。なんでかって言ったら、まあこれ僕が、まあ、やった方法なんですけど、正直僕の大学は先生含め、CAD を使える人間が、まあ、ほとんどいないっていう現状だったんですね。で、僕は絶対使えないとダメだっていうのも分かってたんですけど、先輩を頼ることもできないし、先生をも頼ることができないんで、もう自分でやるしか、まあ、方法がなかったんですよね。だネットで調べても、まあ、英語ばっかで、英語も別に対してできへんしっていうことで結構悩んでたんですけど、じゃあもう自分でがむしゃらにやったれっていうことで、とりあえずは、簡単なモデリング、例えば普通に学校課題でね、僕対象住宅やったんですけど、住宅をやるときに、まあ、規模小さいじゃないですか。でその小さな規模であったら、まあ、全然できるなって勝手な変な自信を持ってがむしゃらにやりましたね。なんかもう熱になんかブワーってやってみて、で多分めちゃくちゃなんですよ。で今見返したらもう見せれないぐらいめちゃくちゃなんですけど、それをすることによってある程度ちょっと分かってくるんですよね。だいたいアーキキャドって壁ツールであったりスラブとかいろんななんか要素ごとに分けてくれてるじゃないですか。だからある程度はできるんですよね、大概で。だからそれをうまいこと使ってやって、であとは僕とかに送ってきてください。データとか送ってきてくれたら、実際にどれぐらいできてるんやろとか、まあここをもうちょっとこういう風にした方がいいと思いますよとかいうアドバイス自体はできるんで、まあ、そういうのでよければ僕は全然協力しますんで、全然 どしどし僕の DM であったり、まあ、コメントであったり何でもいいんで連絡くれれば全然お答えしますよ。はい、今回もね良かったなと思ったらグッドボタンと高評価よろしくお願いします。次の動画もお楽しみにしておいてください。今回は以上になります。ありがとうございます。